たもしかしたら他の国とかで伝統衣装とかと増えてくるんじゃないかっていうちょっと今期待が正直出てますね。じゃあ海外のロリータの写真を自分の携帯の待ち受けに、はい、それこそ自分の、まあ、体型だったり自分の性格だったりに合わせてファッションを楽しんでるのかなって思うかな。Hey guys and girls, this is Cathy Cat and today I am here at Dreaming of Little Lover, which is the name of the annual tea party held by the Lolita fashion brand Baby the Stars Shine Bright. Today I have the pleasure to go around, ask the boys and the girls and the models a couple of questions about this brand. For example, what is the difference between Lolita fashion or normal fashion abroad and in Japan? So let's compare fashion abroad and here and including Lolita fashion. So let's go and ask Japanese.じゃあ、 海外のファッションと日本のファッションをちょっと比べてみると、なんか何が違うと思いますか？やっぱみんないろいろ日本の人はそれぞれグループ分けがあるよね。なんかそれこそロリータもそうだし、ゴシックもそうだし、ギャルもいるし、なんか本当いろんなジャンルの、服があるなって思う。それこそ自分のまあ、体型だったり自分の性格だったりに合わせてファッションを楽しんでるのかなって思う。やっぱ日本で種類、ファッションの種類がすごい多い、私も思いました。ギャル、ロリータ、ホクロ、なんかすごい多いんですけど、海外ちょっと覗いてみるとなんか違う、なんか感じてました？海外はでも服によるよね。ドレスとかもさ、結構海外は結構スポーティーだったりラフって思うけど、意外にねドレス系好きでキラキラの人もいるもんね。でもやっぱセクシーが多いんじゃない？セクシーな女性になりたいっていう人が多いかもしれない。日本は可愛い女性になりたいっていう人が多いかも。確かに、うん、ロリータファッションは、まあ、海外でもきっとイベント結構いてるんじゃないですか。何国ぐらいだったんですか？この間取材で数えたら25カ国45都市行ってました。すごいですね。じゃあそこの中にいろんな海外のロリータも見たと思いますので、日本のロリータと海外のロリータと比べると何が違いますか？日本は全国にお店があるのですぐに買えるんですけど、海外だとそんなにお店がないのですごい一つ一つ手作りしたりとかして努力してる方が多いので、海外の方がすごいファッションをなんかいろいろやってるっていうか、手作りとかで作って工夫してる方が多いなって思います。みんな頑張ってるんですね。頑張ってるなと思います。はい、いいですね。海外の方がもうちょっとカラフルで派手な感じがします。うん、確かに。はい、日本は、まあ、日本らしい、まあ、可愛いっていうイメージですかね。じゃあなんか似てるところはもうありますか？似てるところは、まあ、やっぱりみんなファッションが好きで可愛くなりたいんだなっていうのはすごい思います。色彩的なことを言うと、サイドの高いビビッドな色が多いなっていうふうには思いますね。やっぱりいろんな色の組み合わせで派手派手、それがなんか原宿の文化だと思いますね。形とかもやっぱり個性的なのが多いのかもしれないですね。海外の外人さんが着るとまた雰囲気も違って、本当にお人形さんというかドールのような写真が多いので、それもすごく待ち受けにしたりして自分の美容のモチベーションに上げてたりはします。はい、じゃあ海外のロリータの写真を自分の携帯の待ち受けに。はい、やっぱり見てて絵のように可愛いので、はい、眺めてますね。私本当は外国人になりたいんですけど、もう無理なので国際結婚を目指して頑張ります。日本の方の方が個性がちょっと強いから、なんか個性的な感じが多いのは日本のが多いと思いますね。アメリカ行ってからもう2年が経つんですけど、アメリカのロリータの方がなんか派手な気がする。なんかピンクのウィグとかアクセサリーがすごい。アメリカは本当にデコラみたいな感じになってるから、最後見た時で、日本はもっとこんななんかプリンセスみたいな感じになってるから、そこがちょっと違う。ちょっとクラシカルな感じで。そう、アメリカは結構子供っぽい。日本にある最近のロリータファッションと海外にあるロリータファッションと何が違うですか？それとも何が似てますか？海外のファッションだったら花ロリ、中国の方のとか伝統的な衣装をロリータにするって、日本の和ロリもあるんですけど、中国の方のロリータとか韓国のロリータはやっぱりすごく魅力的に見えますね。
柄とかも伝統的ですごく可愛いと思います。中国でやっぱ最近その中国らしいものっていうのがどんどん生まれてきてるので、なんかそれも兼ねてちょっとまたもしかしたら他の国とかで伝統衣装とかと増えてくるんじゃないかっていうちょっと今期待が正直出てますね。なのでそれを楽しみに待ってます。私はやはり最初はあの日本の文化に憧れて始める人って多かったと思うんですけど、多分独自のそれぞれの国でファッションをやっぱ融合させたりとか、どんどん新しいものを取り入れたりとか、そこで進化していくのを見るのはすごい楽しいですね。欧米は身長が高いんですね、はい、なんか足が長く見えるし、はい、あともともとみんな金髪なんですけど、もうカツラとかウィグとか被らなくてもすごく人形っぽくて可愛いなと思ってます。まあ、よりよってもなんかお人形さんにみたいな格好しててすごく似合うと思います。そうですね、やっぱり顔立ちが違うからそっちの方がもっとゴージャスの感じがするので、なんかゴージャスのドレスとかに似合うと思います、うん、こっちアジアはやっぱりあのちょっと日常的な感じがするから、うん、でちょっとジャンルが違うかなって感じです。いろいろ小物を手作りされてる方が多いなっていう印象を受けます。ステッキとか頭物とか作られてて、それがすごい素敵だなと思います。中国のブランドのお洋服とかってすごく日本のブランドにはない斬新なものをモチーフとしてて、なんかキュービの狐だったりとか、なんかネクロマンサーとかすごいなんか斬新だなと思うところがありますね。その国のなんか良さが出てるので全部いいと思います。チャイナ服のロリータファッションは可愛いなと思いました。 Welcome to the magical world of Dreaming of Little Lover, which is the annual tea party from the Lolita fashion brand, Baby the Starshine Bride, and Alice and the Pirates. The most famous Lolita fashion models presented the long-awaited newest fashion releases for the new season done by both brands.Special guest was Tsuchiya Anna from the movie Shimotsuma Monogatari, which is also called Kamikaze Girls. And she presented herself in full Lolita style.More about this at the end of the video. Foreign fashion versus Japanese fashion. I think Tsuchiya Anna got it just right when she said it's sexy versus cute. While in most Western countries we try to dress sexy, we try to show off our curves as ladies especially. Here in Japan it's more dress cute. Don't look sexy. Maybe even with Lolita fashion you can see you hide all your sexiness. You don't show any chest, you don't show stomach, you don't show any skin at all, but you want to be cute. So lots of frills, lots of girly things, loads of bows and similar things.Like that. And how about you? What do you think is the big difference between Japanese fashion and Western fashion? Let us know. Looking forward to reading your comments and catch you soon on Ask Japanese.